アレクサンダル・トライコフスキは、マケドニア・スコピエ出身のサッカー選手。ポジションは、FWMF、オールボー BK 所属。北マケドニア代表。地元のプロサッカークラブでキャリアを始める。2010年5月に、チェルシー FC のトライアル試験を受けたが、入団は叶わず、同年夏にクロアチアリーグの NK インテル・ザプレシッチに移籍する。 2010から11シーズン終了後に、ジュピラープロリーグの SV ズルテ・ワレヘムに50万ユーロで移籍。2015年夏の移籍市場で、セリエ A の US チッタ・ディッパレルモに5年契約で移籍した。2019年8月7日、RCD ・マヨルカと4年契約を締結した。千二十一年八月十一日、オールボー BKA2021 の十二シーズンの アイダレンタル移籍することが発表された。2011年8月、アゼルバイジャン代表との親善試合で、北マケドニア代表デビュー。2013年8月14日、ブルガリア代表との親善試合で、初ゴールを決めた。2021年3月28日現在、ありがとうございます。